東も行ける。行ける。これできるじゃん。再開できる。できるね。これあのキッチンカーを使った新しい取り組みで、この大谷地区っていうところはもともと地震で 40、50 世帯ぐらいしか残っていなくて、でかつその道路も一本道で、市街地から3、40分かかるっていうような道だったんですけど、そこからまあ物資を、あの食品を買いに行くってすごい難しかったから、一時的に支援物資を取りに来れるような場所を作ろうっていうので、うん、ここにあの食品類を、支援物資でいただいた食品類を並べて24時間いつでも自由に取りに来れるっていうような仕組みで、まあ、冷蔵庫も冷凍庫もこうついているものなんですけど、これを今登録いただいているのが30世帯ぐらいなんで、その方々が今使用していたっていうのが水害の前の話なんですね。で水害でこれ電気がオフになっちゃったんで、冷蔵庫冷凍庫使えなくなっちゃってて、で行って一時的に水だけお配りできるようにはしてたんですけども、今日やっとなんか電気が回復したみたいで、食品類も並べれるなっていう、ちょっとまた再開はしたいなというふうに思いますね。うん、